こんばんは、ゆうりです。今日はもうマジでちょっとした動画ラフな動画です。まあ、ていうかもう見た目でわかるよね。めっちゃプライベートパジャマで撮ってます。これで寝てるっていう格好で撮ってるから超ラフな動画なので、本当に気楽な気持ちで見てやってください。というわけで今日はシーン購入品紹介久々の開封動画だね。まあ、今日はね、ちょっと音ヘチは交えつつだけど、本当紹介していくよっていう動画です。してシーンで買ったもの、結構ねでっかいんだよね。黒がちょっと見せるね。ダーン、あやば、画面からはみ出たやばいでしょ。私もそんな頭ちっちゃくないからあれだけど、頭と比べたらこれぐらいの超でっかい袋。21点買ったんだけど、全部でね11,452円、私の中では爆買いよし、じゃあちょっと開けて紹介していこうかな。重いんよ私そんな重いもん買ったっけ。まず1つ目、じゃん、ソリッドカラー小型キッチン家電ケーブルオーガナイザーですマジなんぞやって感じだと思うんだけど、これだけ聞いたら。白黒2個ずつ入ってたんだけど、こっち側の面をこのテープ、両面テープでこうやって、なんか家電があるじゃん、例えば扇風機とか加湿器とかあるじゃん、それにペッて貼って、ここんとこにケーブルをぐる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 って巻いて保管できるってやつケーブルって結構さビヨーンって邪魔になるじゃん。かといって扇風機とかってそこにしまうところがついてたりするんだけど、いちいちひっくり返して開けて一生懸命収めてってめんどくさいじゃん。これが家電に貼り付いてたら、ケーブルをこうぐる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 ピッて巻いとくだけでいいんよ。これが絶対楽じゃん。これからの時期扇風機使うじゃん。で、秋になって収めますよっていう時にこれがね役に立つんよ絶対。っていうか、うちのね飼い猫がね、あ、そう、猫を飼い始めたんですけど、X には投稿したり面言でちょっと登場 したこともあるんだけど猫を飼い始めてて、猫ちゃんがめちゃくちゃケーブルが好きで、あんまりねビヨーンって放置してたらガジガジしたりちょいちょいしたりちょっとねマジで手焼いてるんだけどやめさせなきゃと思って一生懸命引き剥がしたりしてるんだけど、そう、ちょっとケーブル好きで、だから、あ、ここ真ん中にくぼみがある、ここに先端部分をこう止めるんだ、ここにコンセントが来るんだ、そう、こういう風にちゃんとまとめてビヨーンってなったまま放置しとくんじゃなくて、ちゃんとまとめて収めようということで買いました。はい、じゃあ次2つ目いきます。2つ目、あ、これ色違いもあるけんちょっともう1個出すね。ごめん、見つけられんわごめん、今撮れるところに入ってない、奥の方に多分入ってるわ。で、ちょっと1個だけだけど、これを開けてから名前紹介しようか。じゃあ開けるね。じゃじゃん、これは結構女子、最近は女子が使ってるんじゃないかな。昔はマダムのものみたいな感じのものなんだけど、最近の人は使っとんよ。サテンボンネット、シルクボンネット、調節可能なヘアボンネット、タイバンド付き、スリーピングボンネットとかなんかいろいろついてんだけど、サテンボンネットってやつで、寝るときにこれをかぶって寝ると、これちょっとリボンになってるんだけど、これをかぶって寝ると次の日髪の毛がサラサラっていうねで、めっちゃテープが手についてんだけど、やば、ねっちゃなんだけど、これを頭にかぶって寝ると次の日朝起きたら髪の毛サラサラっていうやつです
なんかシルク系のこういう帽子をかぶると髪がこう摩擦から守られて、枕との摩擦から守られてサラサラになるらしい。本当かと思ってるんだけど、ぶっちゃけ。でもいいかなと思って、これを洗い替えを別の色でもう一個買いました。あ、ていうか値段言った方がいい、もしかして。さっきのやつの値段も言っとこうか。さっきのコードまとめるやつが4つセットで309円。安くない？ で、これが1つで212円です。安いね。本当に効果あるんか？ 本当にサテンなんか？ほんまか？ちょっとなんかあんまツルツルじゃない気がするんよな。ごめん、サテンの良し悪しは私には分からん。 まあまあいいか、分かんないけど、まあまあ違うんでしょう。口コミ良かったし。と、サテン感じる？はい、じゃあ次、じゃん。じゃじゃん。こちらは回転デザインの歯磨き粉ディスペンサー。これ1つで126円です。あ、これ今の価格言ってるから、もしかしたら値段変わるかもしれないからね。126円。これはここに歯磨き粉のこのチューブ部分の底をさ、挟み込んで、こう残り少なくなってきた時とかにこれをこうギューってこう巻いてあげると、だんだん上に上に歯磨き粉がこう絞り上げられていくわけよ。だから最後の最後まで歯磨き粉が使えるという画期的なやつ。 歯磨き粉さ、マジ本当に最後まで使い切りたくない？シャンプーも歯磨き粉もめちゃくちゃ最後まで使い切りたいんよ。もう無理だろうと思っても出るじゃん、あいつら。 だからこれがあれば絞り出せるだろうってことで、やっぱ握力だとちょっと限界があるかな。出口付近って押し出しにくいし、これを買いました。これでもう最後の最後まで、ほんま死にかけの最後の最後まで絞り出してやろうと思います。 じゃあ次は、じゃじゃん。あ、これもパッケージで分かりやすい。防水、お風呂用スマホホルダー、壁掛けタイプ、ドリル不要って書いてある。393円で買いました。私基本的にはお風呂をさっと出る派ではあるんだけど、私すごく体とかむくみやすくて、体も顔もすごいむくみやすくて、もう今日はやばいぞっていう日は長く浸かるようにしとんよ。そういう時に暇じゃない？ お風呂に浸かってる時ってマジ暇じゃない？だからこれがあればお風呂に浴室テレビがやってきたぐらいの画期的なことが起きるわけですよ。スマホをお風呂に持ち込んで、これの中に入れてみれば水滴とかからも守られるよっていう商品です。マジお風呂の中でさ、ネットフリックスとか見たくない？こんな感じの、なんかカランカラン言うの何？あ、なんかフックみたいなのが入ってるのかな？こちらが中身です。ここに、どうやって入れんの？待って、どうやって開けんのこれ。え、まず壊したらどうしよう。壊したら絶望なんだけど。待って、カランカランうるさいな。あ、なるほどね。こうして、スマホをここに入れて、カッチャンコ。
こうだ。で、こう壁にくっつけると。ここにね、フックみたいなのがついてて、ここに専用のフックがついてて、これをこうして、ああ、なるほど、こうつけれるんだ。じゃ、ごめん、透明だから見えにくいよね。こうして、これでこうだ。え、めっちゃ良くない？めっちゃいいんだけど。これを壁にくっつ、お風呂の壁にくっつけて、動画を見る。あ、やば。やばいね。QOL 上がりそう。これいいなぁ。で、ここ多分ね、タッチ操作多分できる。あ、できるできる。こんな感じでね、使えるわけです。ここにはめ込むかな、これ。ん？これ何？これなんだろう、これ。ここになんかはめ込むっぽいんだけど。これ何？これがなんかわかんないんだけど。この突起何に使うんだ、なんかかけるのかな。これめっちゃ良くない？長風呂増えそう。やっぱね、あのしっかり浸かるのは大事だから、健康に関する意味でもね、おそらくめちゃくちゃ使うでしょう。5個目、じゃん、待ってよ、開けるよ。ん？開けるとこどこよ、わからんけど、うん、こういう時はパワーで開けるんよ。これはペット用グルーミンググローブブラシ、犬や猫の毛の除去。これね、ベストセラー1位なんよ。で、286円です。うちの猫が、私、今使ってるブラシが、もう1個あって、長毛だからブラッシングをね、毎日しなきゃいけないんだけど、まだね、伸びきってないから、まだ子猫だから、厳密に毎日じゃなくてもいいかもしんないけど、一応毎日ブラッシングしたんよ。で、ここに棒の先に丸っこいのがついてて、ここに、金属のブラシがね、密集したブラシがついてて、裏のボタンをシュッて押すと、毛がこうせり上がってポロって取りやすくなるっていう、いわゆるね、ファーミネーターみたいな、ファーミネーターって言うんだっけ、こういう感じのやつ、それ系のブラシを持ってるんだけど、うちの猫がね、それをね、ちょっと機嫌が悪いとおもちゃとして認識しちゃって、すっごい噛みついたり蹴ったりとかするの。だから全然ブラッシングにねならない時があるの。落ち着いてる時にやろうと思っても、急におもちゃって思って覚醒して暴れ出したりとかすんの。で、その延長線上で私が手を噛まれるっていうのがオチだったりするんだけど。なんかおもちゃとして認識するのがちょっと困るなと思って。これだったら、ね、撫でられるのがめちゃくちゃ好きな子なんよ。甘えん坊なんだけど、これだったら、こう私がこう手につけて、こう、撫でてるよーって。今撫でてるよーって。やりながら、このシリコン製だから、こう毛をピタッとくっつけて、さらにこのデコボコがブラッシング効果プラスマッサージ効果もあって、ちょっとこれなら喜んでさせてくれるんじゃないかなと思って。ちょっと買ってみました。どうか、ちょっと見た目めっちゃ面白いけど。どうかなぁ。あ、でも気持ちよさそうな感じはする。これならさせてくれるかな。じゃあ試してみに行けんね。はい。これがグルーミングブラシです。じゃあ次6個目。じゃん。これも猫つながり。じゃじゃん。これはこうしてこうやって使うんだけど、あ、こう使うんだね。これ何かわかる？何かわかりますか、これ。これは待ってね、漫画風サメデザイン、犬と猫用なめ防止ペットカラーです。ペットカラーだからエリザベスカラーです。こう首にね、こう
巻いて、こうなる感じ のエリザベスカラーです。今、うちの猫が5ヶ月。で、もう1ヶ月すると、そろそろ去勢手術をするようになるんだけど、手術後にこれをつけてね、こう傷口を舐めないようにしてあげようかなと思っております。これね、柔らかい生地だから危なくなくていいかなと思って、どっかにぶつけてもガコーンってならないから いいかなと思って、こう針金とかもこう入ってない柔らかいやつだね。いいね、このメッシュ素材もね、ちょうど暑い時期に去勢手術になるから、ちょうどいいんじゃないかなと思います。可愛いでしょ、このサメ。可愛いでしょ。うちの猫男の子だから、サメとかいいかなと思って いいね、可愛い。可愛いじゃん。やば、つけてみてほしい。楽しみ、つけてもらうのが。次、7個目。じゃん。こちらは、待って、さっきのやつの値段って言った？言ったっけ？さっきのやつの値段がね、S サイズだから私が買ったの、509円だね。さっきのエリザベスカラーは509円です。で、次、これが、ペット用歯ブラシ、210円です。これね、こういうのが入ってて、わかるかな？こういうのが入ってて、こうやって指につけて、このゴシゴシ、ゴシ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 、こう口開けてもらって、ゴシ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 ってやる歯ブラシです。ライオンのね、歯ブラシシートみたいなのは使って、たまに使ってるんだけど、子猫の力歯磨きには慣れさせろっていうのを見て、こうたまに使うようにしてるんだけど、何せね、嫌がって噛んだ時にちょっと痛いんよ これなら結構分厚いシリコンだから痛くなさそうだなと思って買いました。あと、シートよりもこのブラシ状なのがより汚れが取れるんじゃないかなと思って で、ケースもね、こうやってついてて助かる。衛生的に保てていいんじゃないかな。次、8個目は、次も猫ちゃんなんだけど、次ね、多分これだと思う。猫ちゃん用の、ごめん、猫のものばっか 途中から猫のものばっかなんだけど、猫ちゃん用のおもちゃを買ったんだけど、私ね、まあ、ちょっとちらっと言ったことあるかもしれないけど、単眼の目が一つのキャラクターがすごい好きで、ドラクエでもね、ギガンテスが一番好きなんだけど、目が一つのキャラクターのおもちゃが出たら嬉しいなと思って、4種類の中の、この上2つが単眼のキャラクターなんだけど、あとの下2つは目が3つと2つだから、目が1つのやつが欲しいんよ いや、どうせ猫ちゃんに使うものじゃけん、猫ちゃんはどうせ気にしてないと思うけど、私の好み的な問題で、目が1つの、このモンスターが出て欲しくて。ちょ、ランダムだから4種の。ちょっとどれが出るか、いきます。ババン！中にビニールが。揚げ物みたいな音がする。揚げ物みたいな音 可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。こちらはランダムカラーの可愛いモンスター型の猫用ぬいぐるみ、1個246円で買いました。このぐらいのサイズ感のおもちゃが特に好きで、うちの子がここに転がってるんだけど、ちょっと待って。ああ、疲れた ギリギリのとこに手伸ばしたら疲れた。このサイズ感のおもちゃはあんまり食いつかなくて、
もっとちっちゃい方が食いつきがいいんよ。あんまり大物にはいかない。あ、でもなんか紐がついてるネズミみたいなやつは好きなんだけど、紐が好きだから。このぐらいのサイズ感のやつが一番食いつきいんよ、これまで買ってきた統計上。絶対食いつきいいと思う。もうね、うちの猫ね、猫じゃらしがあんまり好きじゃないみたいで、その釣り竿型とか猫じゃらしとかあんま好きじゃなくて、すぐ飽きちゃうんだけど、このぐらいのサイズ感のこうぬいぐるみとかネズミのおもちゃを遠くにポーイって投げたら、もう猛烈にダッシュして取りに行って取って帰ってくるみたいな。あと取り行きっぱなしみたいな時もあるんだけど、すっごい食いつきいいから絶対喜んでくれると思う。これを買いました。かわいいね、これ。やったー、最高、単眼じゃん。次、9個目はじゃん、こちらは、これはね、ちょっと半信半疑で買ったやつ。めっちゃ半信半疑で買った V 字フェイスマッサージャー、フェイシャルケア美容器具ベストセラー3位、パーソナルケア用品のベストセラー3位の商品らしいんだけど、出すね。これね、1638円です。ベイ、じゃじゃん。お、これをこうして、あー、なるほど、これを、なんかつけれるかな、こういうことこうやってつけて、この顎下の肉にアプローチするっていう。ここにアプローチしてマッサージしてすっきりさせるっていう器具です。ほんまに効くんかこれ。マジ半信半疑なんだけど、でもなんか結構評判良くて、めっちゃ顔すっきりしたみたいなレビューがいっぱいついてたから、まあ、ちょっと半信半疑だけどやってみようかなと思って。私結構むくみやすいってさっき言ったと思うんだけど、顔がむくみやすいので、それがね、すっきり取れてくれたらなと思って。これ痩せるっていう効果は絶対ないから、むくみが取れるっていう意味では効果あるかもしれないなと思って買いました。作りはね、正直ちょっとチャッチー。まあね、値段が値段だから。そりゃそうって感じだけど、効果があったら嬉しいなって思います。次、10個目、じゃじゃん。あー、これはブレーダーズローラーズ書いてあるけど、これ何かというと、あの髪の毛を止めるやつ、前髪とかを止めるやつだね。これがね、5個セットで191円です。これマジックテープになってて、こうほら、くっつくんよ、こうやって。これで前髪を止めるっていう。あのピンとかだと跡がついたりするじゃん、髪にへこみができちゃったりとかさ、ペターってなっちゃったりするじゃん。これだったら髪に跡がつかんのよね。これをね、私メイクの時とかにすっごい愛用してるから、もうちょっと数が欲しいなと思って。たまになくしちゃうこともあるから。あとここだけ、この部屋だけじゃなくていろんな部屋で使ったりもするから、予備を5つセットで買いました。あ、いい音。これはめっちゃ使えます。次、11個目かな、じゃじゃん。あ、これも猫ちゃんグッズ。え、パリパリうるさ、これ。え、こういうもん。
でも猫ってビニールとか好きだからな、嬉しいのかな。これはここにこういうあのなんかなんだっけこういうの、タコスじゃなくてトルティーヤ、なんだっけなんて言うんだっけこういうの、どん、あとタコス、タコスのスナックみたいなのがおもちゃでくっついてて、口の部分を開いて、これめっちゃうるさいね、口の部分を開いてこう置いといてあげたら猫が入って遊んだりくつろいだりするよっていうものです。え、めっちゃ可愛くない？でもこれ見た目、ほらタコスのパッケージみたいなデザインなの。え、めっちゃかこれに入ってるの想像したらめっちゃ可愛くない？触り心地がすごく気持ちいい。こういう素材なんて言うんだっけ、なんかねマイクロファイバー的な、ちょっと違うけどメガネ拭きみたいな素材感きめ細かい気持ちいい感じで、中にビニールが入っててパリ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 言う。これを嬉しい、ビニールが好きな猫みたいに嬉しいと取るのか、うるさくて嫌だって取るのかがちょっと謎。喜んでくれたらいいけどね。でうちの子別にビニール袋にあんまり興味示さないから、どうなんだろう。うるさい。パリパリうるさい。これは、キャットトンネル、おもちゃ、折りたたみ式、猫、自由遊び、可動式とか書いてあるんだけど、1237円で買いました。他にもね、いろんな色があるから、色っていうか、そもそも全然デザイン違います。色だけじゃなくて、このパッケージデザインが全然違うから、私はこの色選んだけど、他にもオレオみたいなのとか、ポテトチップスみたいなのとか、ポップコーンみたいなのとかもあったりするから、デザインが好みだよっていうものを見つけてもらえたらと思います。喜んでくれたらいいな。はい、次、12個目。じゃん。帽子、ちょっと待って、ここめっちゃほつれてんだけど、ほつれやば。これね、キャップ買いました。私キャップあんまかぶんないんだけど、ちょっとかぶってみようかなと思って。こちらの商品は削除されました。削除されてます。なんで？なんかね、この商品なくなってるわ。345円で買ったカジュアルシンプルベースボールキャップなんだけど、なくなってます。今もう買えません。なぜかなくなりました。なんで？つい最近買ったのに、なんか突然なくなった。待って、かぶってみよう。おい、前髪今ちょっと普通に下ろしてるからちょっともっさりするけど、こんな感じ。いい、あ、サイズ感もいい感じ。今ちょっと深いか、あとでちょっと締めればちょうどいいかな。いいね、ベースボールキャップ。おい、キャップこれからの季節にいいんじゃないかな。まあちょっと出かける時用に、日差しよけの意味も込めてかぶろうかなと思います。北極熊みたいな、白熊かなのシルエット柄のデザインが結構シンプルでいいかなと思って買いました。てやか安すぎない？それはね、ほつれとるぐらいなんでもないわ、この価格なら。まあなんか正式なお出かけじゃなくて、マジでちょっとしたお出かけの時に使います。次、13個目だっけ。じゃじゃん。こちらはレシート整理ファイル13ポケット413円です。これはレシートをまとめるファイルだね。こんな風になってて、結構蛇腹でいっぱい入る。で、一つ一つがこの、これどうなってんだ？え、どうやって入れんの？あ、これファイルになってるわけじゃないのか。仕切ってるだけか。仕切りの壁か。この空いてるところにレシートを
入れていく。月ごとに分けて入れたりとかね、してまとめれるよっていう商品です。ここにこうくるくるっと巻いちゃえば、巻いちゃえば、はい、ほらコンパクトに収まるよね。レシートはね、やっぱ確定申告の時とかにめちゃくちゃ使うんで領収書とかレシートとか必要なので、ここにまとめておこうと思います。もうなんかどうしてもね、かさばっちゃうんだよね、あれ系で、いっぱい入るいいやつないかなと思って買いました。ちょっといっぱい入りすぎ、こんなにレシート出んよここまで出んよっていう感じだけどまあでも大は小を兼ねるだよねはい、じゃあ次14個目。あ、これはスルーでいいか。14個目スルーだね。これさっきの寝るとき用のサテンキャップの色違いです、黒。はい、じゃあ次15個目。これ何？あー、これはここね、ハンガーになってて、こうちょっと長すぎて入りきらんけど、ここにクローゼットに吊り下げて、カバンをこうやって収納することができるっていうやつです。カバンがね、やっぱかさばるじゃん。どうやって収めようみたいな感じにならない？カバン そんなにいっぱい持ってないんだけどこうコマゴマ、なんかちょっとポシットみたいなところがいろいろあったりするので、これに入れておけば型崩れせず小スペースで収めれるかなと思って買いました。まあ、ちょっとね、片付け下手なんでちょっとでも片付けの助けになってくれればいいなと思って買いましたバック収納ハンギングバッグワードロープ564円からです。 S サイズ、 L サイズがあるんだけど、これ L かな、 L だと思います。564円で買いました。いいね、色もシンプルだから邪魔にならなくていいと思う。じゃあ次、15個目、待ってるダダン、あー、これはね、ちょっと広げたら大変だからあれなんだけど、生地感でわかるかな、カッパです、カッパこれすっごい大きめのしっかりした感じのカッパです。まあ、というかもうほんとただのカッパだから、もうサクッとサクッとカッパです。私自転車で移動することが多いから、急に雨が降り出した時用に一応普段から持っておくようにしようかなと思って買いました。あの自転車乗ってても全然大丈夫そうなぐらい大きめの、結構大きく切れる、あのリュックとか背負っててもそれごと切れちゃうようなカッパなんだけど、こちらはレインポンチョ防水マスク付き男女兼用電動スクーターバイク用延長型って書いてあるんだけど、レインコートのジャンルでベストセラー2位のやつなんだけど、1198円で買いました。いいね、シンプルでいい感じ。うん、これはいいよ、助かる。めっちゃ自転車移動するから、車の免許持ってないんで、まず自転車に頼りきりなんだけどはい、次16、多分16ごめん、もう間違ってたらごめん、ずれてるかも。16個目かな、じゃん。あー、さっきのカッパにちょっとつながるんだけど、ビニールバッグ、シンプルなビニールバッグ、こうやって巾着みたいにできるビニールバッグです。さっきのカッパをあの濡れた状態でさ、カバンに入れるのとか嫌だから、これに入れてカバンに入れれるようにと思って買いました。これあとね、靴とか入れるのにもいいね。靴がすっぽり入るぐらいのちょっと大きめのやつだから、これは290円、5個セット
ット5枚セット290円で買いました。大きめなのがいいよね。で、212円、え、言ったか、あ、言ったわ。え、待って、今言った、290円か、290円です。え、言ったわ。え、待って、今バカじゃない？ 私バカじゃない。 自分で言ったこと分かんなくなってない？ はい、じゃあ次、17個目、分かんないな。じゃん、うわ、隠れてる。これは？これは、はい、大きいファイルです。これね、たっぷり入るんよ。見て、ほら、さっきのレシートのやつの大きい版、色も一緒だね。これは私何に使うかというと、家具家電とかを買った時にさ、取扱説明書ってついてくるじゃん。あれってなんか大きくない？結構大きいのが入ってたりするじゃん、冊子が。そういうのをまとめるファイルが欲しいなと思ってたんよ。今あるやつもあるんだけど、もうだいぶいっぱいだから、これぐらいたっぷり入って厚みもしっかり出せちゃうみたいなのが欲しくて買いました。ここにね、あの持ち手みたいなのもついてる。まあ別に持ち運ぶことそんなないと思うんだけど。こちらを買いました。と、これが多層ランダムカラー布製ファイルケース。布？全然布じゃないんだけど。布からこんな音しないよね。840円です。まあ、ちょっと100円ショップとかに比べたらちょっとお高めだけど、機能性が高いからいいかなと思って買いました。もうこれもうずっと使うからね、ぶっちゃけいいよね。840円、840円、まあいいか。じゃあ次、多分18個目、ダダン、よいしょ。はい、こちらタブレットとかノート PC を収納するバッグです。別に持ち運ぶ、その外に持って出ることはないけど、家の中でもちゃんと保護しときたいなと思って、結構ね、リビングに持ってきたり、あの編集部屋に持ってったりとかするから、こちらを買いました。シンプルなやつ。これが私が買ったの大きいやつ、16から 16.9 インチのやつで1136円です。ノート PC ケース、ソリッドカラー、いろんなサイズがあったから。これね、結構あのシンプルだから男性の方とかでも使いやすいんじゃないかな。ポケットになってて、ここがこうなんかマウスとか入れられるし、ここから取っ手が出せて持ち運びにも便利っていう。でね、こうクッション性があるから結構分厚い、衝撃からも守ってくれそうです。いいんじゃない？こちらを買いました。次、19個目だと思う。好きでラストっぽいからこれ20個目かも。はい、こちらはブランケットです。こういうちょっとボコボコってしたブランケットを洗濯して使わないといけないんだけど、ふわさらってしてて気持ちいいかも。シンプルな感じのね、ちょ、薄手のブランケットです。これからの季節ね、ちょっと布団かけるには暑いなって日とかもあるから使えるかなと思って買いました。これが無地ブランケット1枚、これはね、家庭用繊維用品ベストセラー3位。私は大きめを買いました。 200×230、 これが2602円です。すごくない？ 200×230 のサイズが2602円で買えるの、やばくない？猫の毛とかいっぱいついちゃうし、そんないいのはいらんのよ。もうボロボロになったら、の猫とか爪引っ掛けちゃうから、もうボロボロになったら買い替えようみたいな気持ちだから、
助かるこの価格マジで何でもいいからこちらを買いました。次がラストです。じゃん。これがキッズロールプレイシリーズメイク道具セット美容台おもちゃ2851円。これは私は結構おもちゃシリーズやってるんだけど、 ASMR でこれね、なんか化粧品メイクセットとかやったことあるけど、これ初めてじゃない？パックとかこうスキンケアとかのごっこおもちゃです。可愛くない？これも多分木製系なんだけど、絶対いい音するし可愛いしと思って、みんなにまた施させてほしいなと思って買いましたこれはね、また動画で使うと思うので、開けずにこのパッケージの状態で見せとくね。はい、というわけでこれで全部紹介、待って漏れないよね、うん、よし、これで全部紹介し終わりました。いやー、思ったより時間かかったねなんかいろいろこうこうこうでみたいな説明してたら結構時間かかったんだけどいかがだったでしょうか。シーン購入品紹介、こんな買い物したよみたいなのをなんとなくみんなに見せようかなと思って撮りましたはい、というわけでこんなね、ダラダラした動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画、ハンティア、メギア配信などでお会いしましょう。それではお疲れ様でした。おやすみなさーい。バイバイ。